禁止物質が入ってます、入ってるのを知ってます、で知っててナチュラルだって歌ってますっていうのはゴミです。で、まあ、僕たちからしたらあの、まあ、関わりたくないような人たち、うん、お疲れ様です。キョウスケです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけれども、またなんかお前異色なコラボしてるじゃねえかって思われると思うんですけれども、今回ですね、隣にいるこちらの方、鈴木祐介さん、ベンチプレス世界選手権チャンピオン2連覇ということで、2連覇ということで、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、まあ、どんなお話をするんでしょうか。そうですね、まあ、ざっくりこうフィットネス業界、はい、僕らあのパワーリフティングとかベンチプレスってすごくこうフィットネスの中の一部でしかないところなので、はい、まあ、僕の個人的な経験とかも含めつつ、まあ、山崎さんのね、こう博識な部分を、はい、ちょっとこうどんどんこう僕の見識を広げるためにあのいろいろお話できればなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。ね、なんといってもステロイドっていうところでこれですか、ね、はい、ロイドレイジっていいのかなと思ってこれがアパレルになっちゃってるんですかね。そうそうそう、結構着てる人いますけどね。多いんですよ、ありがたいことに。ロイドレイジとか、まあ、いわゆるここ 2,3 年ぐらいなのかな。そうですね、はい、あの一般的というかすごく浸透してきた、はい、ね、ロイドレイジって昔で言えば何それっていうふうに思って、はい、っていうところだと思うんですけど、まあ、ロイドレイジってこうステロイド使ってなんだろう、こうイライラしてるみたいな、まあそういうところですよね、はい、なんで僕がインタビューしてる感じになってるんですかね。じゃあそうでもざっくりともうステロイドについて、はい、ステロイドについて、はい、聞いちゃいましょう、はい、もうどう思いますかっていうか、その今使っている人たち の、 その、うんうんうん、パーセンテージじゃないですけど割合というか、その競技に出てる人以外にもいるんじゃないかなっていう感じで、はいはい、見ててどう思います？これっていくつかのタイプがいると思うんですよ。そのステロイドっていうものに対してちゃんと知識があって、で何をどうすればどうなるかっていう分かるようなステロイドグルーって言われるような人と、あとはステロイドってイメージはあるけどなんとなく使って見てる人、うん、あと全くステロイドって思ってなくて使ってる人っていう風な3タイプがいるとして、はい、いると思ってて、であと僕らその競技者っていう観点から言うとドーピングっていうそのもっと大枠になってくるんですよね、うん、はい、でドーピングしてるかどうかっていうところもすごくこう細かいところまで見ていくとドーピングしてる人だらけなんですよ。あ、細かいところ、細かいところまで見ていくと、で例えば自分らの場合風邪薬とか飲めないんで、うん、あの興奮剤メチルエフェドリンっていうのが入ってます、はいはい、もちろん入っていないものもあるんですけど、入ってないのなんて飲んでも効かないんで、はいはいはい、なんで薬基本的に飲めませんとか、あとは漢方とか、うん、薬膳料理とか、例えば国際大会行ったらその現地のご飯とか、あっていうのもちょっと不透明な部分があるから基本的に取れないですよね、はい、なんであの砂糖のご飯とか持っていくんですけど、うん、まあ、そういったレベルで言うと競技に出てる人で風邪薬をちょっと体調悪いから飲んどこうって言って出ちゃう人っていると思うんですよ、はい、でそれ多いっす、ね、結構多いと思うんですよね。例えばなんかマムシドリンク飲んで風邪ますみたいな、はいはい、でそういうところも細かい面で言うとドーピング違反、うん、なんでドーピング違反っていう言葉はステロイドユーザーと同じ扱いなんですよ、大きい目で言うと、はい、なんでそこまで見ていくとキリがないなっていうのは正直僕は思っていて、でそういったその範囲で言うとステロイドって思っていなくてじゃあアナバイト飲んでる人みたいなもう多分いらっしゃると思うんですよね、はい、そのドーピング違反するような禁止物質が入っていて、そのエンハンスできる状態、はい、体の構造を変えていくようなものが入ってるって知らなくて飲んでる人、はい、まで含めるとそれこそもう 70%、80% ジム行ってる人で使っちゃってんじゃないかなっていうのはあるんですよね。なるほど、まあ、そこは正直もう知っててほしいし知らなかったじゃ済まされない両分ではあるんですけど、そこは置いといてなんですよ。置いといて、置いといて、だまあドーピング違反の禁止物質が入ってます、入ってるのを知ってます、で知っててナチュラルだって歌ってます、もしくはナチュラルの団体で出てますっていうのはゴミです、っていうのはゴミです。間違いないですね、はい、
なんで、まあ、そこをまあまあまあ、あのステロイドを使ってます、覚悟を決めてますっていう人ですね。まあ、僕たちからしたらあの、まあ、関わりたくないような人たち、まあ、ゴミですよね。なんか使うことの覚悟って どういうことなんですかね。いや本当にそれが分かんなくて、使うことの覚悟とか、うん、言うじゃないですか、か覚悟なんか暗黙の了解な覚悟を決めましたみたいな。そうなんですよ。それがちょっと僕の中でよく分かんないんですけど、で僕が例えば、はい、今あの JPA 日本パワーリフィング協会、はい、で IPF っていうアンチドーピングの一番でかい団体でやってますと、はいはい、じゃあ IPF で僕が世界一になったんで次ドーピングアレンの団体行きますって言って、 WPC とか他の団体に出てもうバリバリお薬決めて、でとんでもない数字出して、はい、っていうのがそれ覚悟なのかなみたいな。まあその卒業とか言う人もいるじゃないですか。いますね。多いですよ。多いですよ。デビル多いっすよ。だからそこのなんだろう、競技っていうところに目を向けていって、そこに純粋さがあるかどうかだと思うんですよね、うんうん、純粋に。じゃあ僕はベンチプレスが大好きで、この一番厳しい団体で世界で優勝したら、じゃあその次に行く覚悟って何みたいな。じゃあ逆にそこでやっていく覚悟の方が大事なんじゃないのって思っちゃうんですよね、うんうん、でそこに横島な気持ちが絶対入ってくるんですよ。ここの団体だと評価されないから、じゃあ違う団体行ってお金稼ごうっていう、違うなんだろう、コミットメントが出てくるというか、はい、でそこの覚悟じゃないですか。その純粋さを捨てて名声、地位、名誉、あとはお金とかに行きますよっていう覚悟、そっちの覚悟なんですね、うん、に見えちゃいますよね、うん、だってボディビルが好きで、ボディビルで自分の体をしっかりこう作っていって、自分の納得できる体を作ってっていうんだったら、まあ、それを評価してもらう場は必要ですけど、それによってキャーキャー言われたいわけではないじゃないですか。そうです。自分にとって一番のものを作って、それを人に評価していただくっていうのが、はい、多分ボディビルだと思うんですけど、はい、どっちかっていうとそのキャーキャー言われる方にシフトしていっているのかなっていうのは、今の世の中しょうがないのかなっていう面も正直ありますけどね。こんだけSNS とか発達してて、あ、本当っすね、承認欲求を満たせるものがあるので、承認欲求が薬で満たすってね、よろしくないですか。そうですね。であと僕らがそれで悔しいのが、うん、結局素人の方がそれで見た時に分かんないじゃないですか、薬投稿なんて、うん、あの人はやってるっていう、なんかそんな考えないじゃないですか、はい、だからまあナチュラルでナンバーワン、うん、ドーピング使ってナンバーワン、明らかに体こっちの方がでかいじゃないですか、はいはい、1位にしてもレベルが違うじゃないですか、うん、だから素人もみんなこっちにパーソナルトレーニング教わりに行って、はい、僕らの世界が認められないんですよ。これがすごい悔しくて、うん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 、じゃあそれも何ありきで教えてるのかどうか、うんうん、すごい細かく体の仕組みとか教えてパーソナルトレーニングやってるのか、それとも今までの自分の感覚で教えてるのか、うん、それとも僕は薬やってますよっていう大前提で教えてるのか、うんうんうん、まあ、そこ例えば何か昔ですよ、昔ね、あかどっかでステロイドを使ってます、お客さんもステロイドをどんどん打たせますっていうなんかジムがあったみたいで、僕もそう行ったことないし、そのまた嫌なんですけど、はい、そのお客さんが3ヶ月ぐらいするとめちゃくちゃバキバキになるみたいな。ただそこはもうステロイドっていうものを使って商売してるようなところなんで、まあ、そこに例えばこう同意書みたいなのがあれば、まあまあまあ、うん、いいんじゃないか、そっちはそっちでやってくれれば。でもやっぱり今おっしゃられたように、知らない人から見て騙せちゃうじゃないですか、はい、騙せちゃうってなった時に、いや実は僕はこういうことをやってるんでこうなってます、でもあの健康を大事にしてほしいんでこっちには来ない方がいいですよ、うん、でその中でしっかりやっていきましょうねっていうインストラクションができているんであれば、僕はそれはそれでもいいと思ってます、うん、だからそこもしないで、あのすごい条例みたいなこうやってやってればでかくなりますよみたいなのが、まあ、YouTube でよく見られるんですけどちょっとね、はい、多いっすね。そう、そういうのはあの反則でしょって思いますけどね。多いっすね、うん、それは。あとは家庭が狂いません、体を整えていろんな関節の仕組みを教えてでっかくなっていったのか、うんうん、それを教えてたとしてもステロイドを使ってどっちの力で大きくなったのかっていう、うん、正しさが分かんなくなるから。そうっすね、絶対つまんないじゃないですか、うん、あの面白さって今すごく
最短距離で何かしよう何かしようってみんな思うじゃないですか、はい、もう視聴法とかもいっぱい集められるんで、その結果主義になってて、その過程を楽しむっていうことがあんまりなくなっちゃってるのかな、うん、でそのニーズと今ガチみたいな、ね、その最短距離を求める購買層とステロイドがガチみたいな、はい、ハマっちゃってるっていう構造でもあると思うんですよね。なんでこれって一概にこのステロイドユーザーもしくはステロイドを売ってる人が、ね、悪いんじゃない、それを受け入れてしまうような社会構造とかにもなってくると思うんですよ。例えばこの人がステロイドやってて、そこを叩き潰してもまた違うメガネを切って、そうですね、いたちごっこになっちゃうから、まあ僕らとしてはアンチドーピングかどうかっていうよりも、その過程を楽しもうよって、で今日も指導させてもらったんですけど、はい、ここをこうしたらこうなって、ここはこうしたらこうなって、最終的にこうなったらガチッハマっておおみたいな、超楽しかったっすよ、楽しいと思うんですよね僕はそれが楽しいし、はい、でそれを繰り返していって強くなっていってほしいし、でそうすればちゃんと理論があって、もしくは過程っていうね、こう積み重ねがあって得たものってみんな手放さないと思うんです。なんでそれがこうなんだろう、長期的な健康っていうところにもつながってると思うし、うん、競技寿命っていうのにつながってると思うんですけど、これは最短距離で結果だけ求めちゃう、結果だけ得られちゃうと、そこの過程っていうものを大切にしないから簡単に手放せちゃうし、長期的に考えた時に続けられないことになってしまうと思うんで、うん、まあその価値観の違いって言ったらそれまでなんですけど、うん、それだったら終わりっすね、もうそれ言われたら。そうなんですよ。なんでもう線引きをしちゃうしかないのかな。でもちゃんとこの併合活動というか、うん、ステロイドっていうのはこんだけ良くないよねっていうのはもうちゃんと発信していかないといけないと思うし、それも任せてください、ロイド練習任せてください、そこは。